という作戦に出ようかな。お前が、ふっ、おう。どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、スローバックっていう、期間限定ルールやっていきます。前回のサーチの動画でプチ質問コーナーやったんですけど、本当にたくさんのね、質問やコメントがあって本当嬉しかったです。皆さんありがとうございます。で、今日もね、動画の最後にプチ質問コーナーやろうと思います。で、本当に毎回やるわけじゃないんですけど、僕の気まぐれでね、定期的にやろうかなって思います。なので、ぜひコメント欄に、質問とぜひお願いします。毎回やっちゃうとね、さすがに質問コーナー自体がなんかマンネリ化しちゃうんで、定期的にね、僕の気まぐれですけど、やると思います。で、今日はスローバックっていう期間限定ルールで、コット4とかの、パークシステムが復活した、ルールですね。知ってる人はすごい懐かしいよね。このデンジャーグロとかコマンドプロとかストッピングパワーで、ね、動力を止めろ。このネタ分かる人も今どれくらいいんだろうな。はい、というわけでちょっとバーにストッピングパワーつけてやってみましょう。多分これでね、3発から2発に、ね、なってるんですよね。コット4とかのストッピングパワーつけた AK とかで2発だったんで、多分そんな感じになるんじゃないかな。おっと、上は来てるやついないのかな。そこにいたか。オッケー。めっちゃ溶けるぞ。やばいな、これ。なんか最近の作品から入った人からしたらね、考えられないかもしれないけどね。昔はこれ2発だったんですよね、骨董とか。やばくないこれ。控えめに行って超楽しいんだが。控えめに行って超楽しいぞ、これ。懐かしいな、この感じ。そっか。昔こんなんだったもんね。やばいな、そうすると。そう考えると。右から行ってみようかな。あと1キルでストリークが出るから、さっくりやっていって、さっくりやりすぎだな。ちょっと、弾がないんで、これ拾いましょう。ストリーク呼ぼっかな。どうかな。リスポーンがね、変わってないと思うので、3枚やってく。なぜか敵は洞窟の方に固まってるな。さあ、その右側でカットした、これたちを、拾っていって、さあ、一旦リロードします。外周にいるね。外周に行ったやつは、この人。ジャガノットつけてるね。ジャガノット、体力が上がるやつですね。まあ、ストッピングパワーの前には、関係ないと思ったね。もう一人いた。うわぁ、14連続キルしてたのに。もう一人いたか。わかんなかったな。もうキャンセルしちゃって、1枚カット。さあ、ガンガン上がっていきましょう。やばくないこの溶け方。すごいね。本当に。本当にすごいね。なんか、敵は、右の方を警戒してて、すごい固まってるから、逆にセンター突破してみるという作戦に出ようかな。お前が、ふっ、おお。しかし、奥でカットしちゃったら、コインが拾いに行けない。なので、ちょっと詰めていっちゃいいの？一旦これ逃げてからのお邪魔します。リスポーンも買いに行っちゃおうかな。さあ、この辺いるよね、と。さあ、LMG さんカットして、ストリーク全部出る。さあ、これと、これと、これで、はい、行くぞよ !21-1! 1枚カット。なるべくセンター側やるか。そうすれば、味方がコイン拾いやすいはずなんで。どれかな。固まってくれる！なんか固まってくれた、逆に。ありがとう。今のラッキーだね。あ！落とされた方に。ちょっと待って。なんか変なの拾っちゃったかも。なんだこれ。あ！フラグ！どっちだ？これ STG 何発だったの？ STG は3発なのかな？わかんない。とりあえず突っ込んでみます。突っ込んでみます。突っ込んでみます。うわぁ！調子になりすぎた。やばい。楽しい。なんか、とつれるね。ワールドウォッツってね、結構ね、なんか今までの作品に比べたら、キルタイムがね、結構長い方だったんでね、
ぱ一人でこうとつれるっていうのがね少なかったですよね。結構慎重に立ち回らないと厳しい部分があったから、なんかこういう風に一人でガツガツ突っ込める COD っていうのはやっぱ楽しいな。こんにちは。あの子や味方に任せてリスキルタイムかな。ナイスナイパー36-3、なかなかいいっすね。ただちょっと遠距離で敵を倒しすぎててコインが拾えてない気がする。フラグ入れといて、のなんか頭し見えるよ今あれ。どんまーい。ちょっとこっち行ってみますか。怖いけどお邪魔します。ワンキル。今奥にいたね。あ、その中やってくれたっぽいね。ってことはまだ奥からは湧いてくるんじゃないかな。あと2発しかないから、移動して頭しやってくるからの、まだいる、まだ湧いてきてるのかこれ。左に行ったか。弾がない。味方がやってくれた。その赤点の人をやりに行って M2 カービン拾う。 STG かな、ちょっと使いたいな。さあ UV 呼んでいきましょう。そこにあるの拾いたかったけどちょうど敵来てた。さあストリークが溜まったんで、かなり敵固まってそうだな。やれるかな。おうおうおお、もう一個出しちゃおう。爽快すぎるね。爽快だな。やばいなこれ。あっ、うわー、壁抜き。おお、楽しい楽しい。何これ、その上の上の拾いたい。敵詰まってるよ。どんまい。うわ、なんかコットホっぽい。コットホっぽい、なんかすごく。あー、今のコットホっぽいっていうのなんか、やってた人なのわかるかな。リロードがね、なんか AK 使ってるみたいな感じだったね。すごくコットホを思い出した。さあ、ラストプッシュかな、そろそろ。決め打ち。出てこないね。もう一回出てくるかな？ちょっと伏せ打ちで。出てこないな。あれはショットガンっぽかったね。さあ、ロングから、こんにちは。うわ！一人だったらやれたな。16-5。60キロいくかな？わお。わおだね。頭見えてる！やったー！だって体力回復してから拾いに行きたいな。ちょっとまずこれ、味方のこれを取って、そこいるよね、この人かな多分。おっと、センターセンターやって、右が多いからなんかいる。ナイスカバー、危ねえ、助かった。で UAV OK。 20発しかないから、コマのリロード一旦詰めますか。ここでまだ湧いてるはず。あれ、いないかな。リスポン買ったこれ。よし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 、ストリーク呼んじゃおう。試合が終わってしまう、試合が終わってしまう。はい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 、これこれやばい。うーん、どっちやる、こっちやるか。やば、爽快だな。いやー、皆さんこれ期間限定なのかな、多分。まあ、ずっとあってほしいな。ちょっとまだやってない人、やってほしいな。ほんと、過去作、コット4とかモダン2とかね、やったことない人、まさにね、過去作こんな感じなんで。うおぉ !69 キル5です完璧な、なんだろう、この期間限定ルールの魅力をね、最大限に出せた試合じゃないかな。ああ、というわけでお待ちかねグリードのプチ質問コーナーのお時間でございます。今日はね、前回ヘッドセットのレビュー動画上げたんで、ちょっとその質問をちょっとなんかねピックアップしてみようと思います。
ゲームゼロと比べてどうですか、これはね GSP600 とゲームゼロ比べてどうですかっていう、質問ですね。ゲームゼロは GSP600 の1個前の、ヘッドセットですね、ゼンハイザーさんので。僕ゲームゼロねすごい愛用してたんですけど、 GSP600 はゲームゼロに比べて本当全体的に音だったり付け心地だったりマイクだったり本当全て向上してますね。特に付け心地とマイクですね。今回あの着圧、締め付けの強さがすごい変えられたんで、そこがすごく良かったと思います。はい、これもヘッドセットの質問ですね。メガネかけてやってるけど耳痛くならないのかなって話ですね、これは。いや、ほんと全然痛くならないです。なんか安いヘッドセットだとめちゃめちゃこう締め付けが強いのとかあって、それはほんと痛くなると思うんですけどね。ゼンハイザーの出てるのはほんと全然痛くならないですね。で、これもね、よくある質問ですね。1日で行う没頭しの平均時間はどのくらいでしょうか。これはね、その日によりますね。なんか自分が納得いくまで、だいたい打ってます。まあ平均すると500体かな、だいたい。まあでも人それぞれなんで、自分が一番納得できる、ボット数がいいと思います。まあ感度もそうですね、感度も自分が納得できる感度がいいと思います。はい、というわけで今日もプチ質問コーナーやってきました。まあこれぐらいの3つか4つぐらいにしようと思います。プチなんでね、プチなんで。また他の動画でプチ質問コーナーやると思うんで、ぜひコメント欄に質問お願いします。というわけで、よかったら今日も高評価お願いします。お疲れ様でした。Couldn't stop us like a good drug. Yeah, never run off. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in